也です。水菜です。今回の企画は、スーパーマリオオデッセイで、クリボーにキャプチャーしています。そして、いろんなキャラクターに近づいたらどう反応するかを検証していきます。では早速やっていくわ。まずは、キノピオに近づいてみましょう。わわ。どうやら怖がっているようですね。他のキノピオだと。同じ反応でした。ルイージが近づいてみると。ひー、助けて。ルイージも怖がっているようですね。もっと怖がらせるぞ。うわ、最低。いいぞ、もっと怖がれー。まあここまでにしときます。青いキノピオでも同じですね。アミーボおじさんはやややと不思議そうにしてますね。ヒント取りに近づくと。ひっこらい。同じく怖がっているようです。もっと怖がれ。かわいそう。やめてあげて。いやだね。ほらクリボーだぞ。ひどい。てなわけでヨッシーに近づいてみると。なんか変だね。ヨッシーはクリボーに対して変なやつだと思ってるようですね。確かに顔がマリオのクリボーら変ですね。最後に、ノコノコに近づくと。やあ、調子はどう？どうやらノコノコだと友達のように声をかけてくれるみたいですね。今回は動画はいかがでしたか？いろんな反応があって面白かったですね。皆さんも、オデッセイをやる機会があったら、こういうので試してみてはどうでしょう。よければ、高評価、チャンネル登録をしてくれると、続きを出すと思います。それでは、ご視聴ありがとうございました。